Hello semuanya, saya Okaji。 今日紹介するのは、日本語学習者がよくつまずく和とがの使い分けです。このテーマはいろんな教科書や資料で説明がされているんですが、深いところまで考えると混乱するので、基本的な使い方についてレッスンしたいと思います。和とがの基本的な使い分けとして3つのポイントがあります。まずポイント1、あなたの言いたいこと、重要な点は和がの前ですか後ろですか。言いたいことが後ろなら和、言いたいことが前ならがです。例えば、岡地さんは何人ですか。私は日本人です。この文で言いたいのは、和の後ろ、日本人ということです。私はベトナム人じゃないよ、インドネシア人じゃないよ、台湾人じゃないよ、日本人ですよ、という意味の文です。次、誰が日本人ですか。あ、私が日本人です。この文で言いたいのは、彼じゃない、彼女じゃない、他の人じゃない、日本人は私ですよ、という意味の文です。他の人じゃない、他のものじゃない、という排他的な意味がありますね。ポイント2、比較の意味の和。和を使った文は比較を表すことがあります。例えば、筋肉先輩ってどんな人？性格はいいけど足は臭い。比較を表す和は多くの場合、けど、でも、しかしのような逆説を表す言葉と一緒に使います。比較の和はこれを目印にしてください。逆説なので後半は前半と反対の意味になります。前半がいい意味なら後半は悪い意味、前半が悪い意味なら後半はいい意味。顔は可愛いけど性格は悪い。顔は悪いけど力はある。また後半部分を省略することもよくあります。筋肉先輩ってどんな人？性格はいいけど。聞き手はこの時、ああ足が臭いのか口が臭いのか何かはわからないけど悪い意味の言葉が続くんだろうなと予測できます。さらに逆説の言葉さえも省略することがあります。筋肉先輩ってどんな人？性格はいい。これも同じように後ろに悪い意味の言葉が続くと予想できます。ただこの時ポイント1の和と区別がつかない時があります。その時はどこが強く読まれているかで判断してください。筋肉先輩って性格はどうなの？性格はいいよ。いいよが強く読まれていたら比較の意味じゃない。筋肉先輩って性格はどうなの？性格はいいよ。和が強く読まれていたら比較の意味。ポイント3、単に事実を表すが。自分で見たり聞いたりした体験や単なる事実を表すが。例えば、花が咲いている、これは単に事実を述べているだけで、がの前の花に重きを置いているわけではないですよね。では一度まとめてみましょう。
はい、というわけで今回は日本語学習者がよく悩む和とがの使い分けについて紹介しました。実際は例外もあるし、説明できていない部分もあるので、全てがこのルール通りというわけではないですが、基本的な使い方はできるはずです。それにコミュニケーションというのは言葉だけじゃなくて、相手の声のトーンや表情も大切です。例えばポイント1と2の和の使い分けなんて、ルールを知らなくても相手の表情を見ればわかると思います。なので、あまりルールにとらわれすぎず会話を楽しんでくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。